はい、引き続きおはようございます。ですね、今日は結構お客さん少ないし、まあかなり地方の方なんでのんびりしてるので、ちょっと施設とか、まあそういうのの見方ですよね。それの共有をしたいと思います。まあとはいえ、私も何人かの専門家に、まあこういう見方をするんだっていうことを教わりまして、まあそれをもとに、観察して調査しているという形です。ですので、その方々に教わった見え方をそのまま皆さんに共有したいと思います。で、それを知っていると、まあ施設に行った時に、あ、こういうところを見るべきなんだとか、あ、この施設はこういうところがダメだとか、ここがいいとか、ここは改善しなくちゃないとかっていう見え方が、見えてくると思います。知識がないまま、見ていても、あまりそのまあ感情的な部分で、いい悪いが分かるだけで、何がどういい悪いか分からないっていうところなので、まあ、そこら辺を、共有します。はい、じゃあちょっと熊牧場、あまり、まあ、当然のごとく全然よくないんですけどまあ共有したいと思います。少々お待ちください。はい、ここは熊牧場です。ですね、どういう 見方をするかというとですね、まず私はですね、ざっと全体を見回します。で、ここで2つ、でかい檻があって、あそこに1つ檻がありますね。で、こっちの方に、まだ他にもあります。まあ、こんな感じで見ていって、まずですね、まあ、あそこら辺人がいるんでこっちからやりますけれども、例えばまず全体ですね、水場があります。で、滝が設けられています。で、これ石ですね。これ多分おそらくエンリッチメントのつもりでしょう。以上なので、エンリッチメント的にはもう最悪ですね。自然物もないし、木もないし、丸太もなければ、遊べる部位とかそういうもの、部位って浮き輪ですね、もうないです。まあ、これはひどい状況ですね。で、これ全てが斜めになってますね。これ足とかに非常に負担がかかるものです。で、こういうのがなんでこういう風になってるかっていうと、人間が掃除しやすいためですね。糞とかを洗い流しやすいためにこういう傾斜になってます。で、日本も昔造舎とかもそうだったんですけども、今はそういうのを、やめる方向、当然ですがやめる方向になったんです。なんでかっていうと、まあ足だったりに負担がかかるので、象とかは、足悪くしちゃうんですね。ヒグマはちょっとわかんないんですけども、まあ当然よくはないですよ。こんな土地はないんですね。で、全部コンクリートなので足の負担も強いわけですね。で、次にはですね、バリアを見ます。バリアっていうのはどうやって外界と隔離しているかですよ。まあこの子もらえるんじゃないかと思ってこっち来ちゃったんですけども、すいませんね、あげないですで、バリアは鉄柵と壁ですね。ここは、電気柵は設けられてないです。あと監視カメラもないですね。まあ、そこら辺を見ていくので、どういうバリアがあるか、で、どういう目線で見るかというと、動物自身に、怪我する危険がないかどうかというところです。で、ここは怪我する危険あります。ただもう学んでいるので落ちることはないと思いますし、落ちても一応自力で上がれるようになっています。上がれないようになっているところもあります。まあ、例えばその象の花子さん、どこだ、あ、違うな、宇都宮の宮子さんは、堀に落ちてます。あと東山のライオンも落ちてますね。で、まあ、そういうことがあるので、そういうことはないようにしないといけないんですが、まあ、こういうところはもうそういう知識もないんでしょう。あ、一応エンリッチメントの丸太ありましたね。何がしてあるかというと、ちょっと噛んであるのと、あと糞がかけられてますくらいですね。あと堀の部分は非常に汚いですね。で、まあ、堀に落ちてでもここから上がれるという仕組みになっています。で、バックヤードも見ます。バックヤードここから入りますね。あと向こうにも一箇所バックヤードがあります。で、バックヤードの横に小さい窓が設けられてて、まあ、夜ここに入ってきます。で、動物っていうのは、常にプライバシーが守られなければいけないという考え方にもう今なってきてます。ってことはバックヤードは開けてなくちゃないんですね。クマが人間に見られたくないと判断した場合は、見られない権利があるわけですね。ただここはバックヤードに入れなくて、常に人の目にさらされるような形になっています。なのでもうダメですね。
ていう感じですっていう見ていきます。あとは水の綺麗さですね、まあ、汚い感じですね。おそらくこれは向こうの厩舎とは何で分けてるかというと、多分女性と男性で分けてると思います。で、その後はですね、ここの広さを測ります。私の歩幅がもうすでに、計算してあるので、ここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26歩です。26歩の広さと、またこの辺で、食べ物をあげたので、何してるの、横が26の縦がですね、ここでちょっと奥に入れるところがあるので、ここで計測します。1,2,3,4,5 ですね、5歩、ね、5歩かける5歩分が堀ですね。でそこから多分3倍ぐらいあるので、15歩奥行きがあるという形です。こちらの園林地面とはちょっと違ってですね、ここに鉄柵があります。見えるかな、これですね、まあ、誰も使ってません。で、丸太があります。まあ、こんな感じですね。で、ヒグマの数自体はすごい少ないですね。ただみんな大きいようなイメージでですね、こっちがですね、コディアックグマがいます。で、ここさっき計測しました、横幅が11歩、奥行きも11歩です。で、あの子はずっと常道行動してます。ずっとあんな感じですね、変わりません。で、この子も、常道行動しながら餌をねだるっていう、行動を取り続けています。まあ、典型的なクマの常道行動の動き、はい、ああいうふうになんか手を最後にヒュッと上げたりするんですよね。で、ここに、アラスク生まれの仲良し3姉妹と書いてありますが、1人いないのでちょっとそれはどうなったのか分かりません。で、ここもバックヤードチェックします。バックヤード入れませんね。で、バリアはもう完全密封のケージ、水はこんな感じで、まあ、そこそこ向こうより向こうと同じぐらいかな。でも、まあ、いずれ水は汚い、汚れてますね、はい、っていうのがこの3つです。この3つのでできてます。で、こっちにも昔のやつがあります。こっちはもう使ってないようですね。あっちにも、旧車がありますが使ってないです。ここもおそらく旧車なのでしょう。ここも多分使ってないですね。あそこから繋げられる、繋がってないので見つかったんです。で、ちなみにバックヤードはあんな感じですね。まあ、中の汚さがうかがいしえい感じになっています。で、まあ、こんな感じで、エジンバラ動物園のクマ舎は市民から散々叩かれていて劇的に改善されましたが、その時市民から抗議されたクマ舎よりずっとずっと広いです。まあでしょうね。ヒグマの施設で今まで一番良かったのは丸山です。もう圧倒的に全然違いますね。これ2つつなげたよりちょっとちっちゃいぐらいのスペースを、に1人でした。で、ただここでもね、上り別と昭和新山よりここの方がマシです。あっちの方がよっぽどひどい。ここのクマでかいな、これ。で、あとはですね、健康状態見ます。この子はね、多分カメラだと見えないですけど、左目の上のところに怪我をしています。まあ、よく見るとね、鼻がちぎられてるクマとかも結構います。多分喧嘩とかでちぎられてるんですね。こっちの子たちは多分落ちた食べ物を拾ってきたんでしょう。この子は怪我とかは、そうそう、まあ、みんな悲しそうな顔してるのにどこも同じ、みんな辛そうな顔してますね。それ見て癒されるって言ってるんですけどね。かな。まあ、糞はそれなりに掃除されてる感じですね。まあ、匂いもそんなにないです。昭和新山とかですね、登り別はもうすごい臭いですね。で、こう人間たちがね、いろんな動物園とか熊牧場とかで臭って言ってるんですけど、いやいや、お前も飼育されてね、人に
排泄物とか処理してもらうような生活したら確実に臭くなるからなと思うんですけども、まあまあ自分は違うと思ってる感じです。ここの子たちは怪我とかはあんまりやばそうです。多分こういうポジションにある程度決まってるんですけども、あの場所がもう、決定してて自分の場所を取られると喧嘩したりしてます。まあ汚いですね。虫も湧いてますね。こっちに4人、向こうに3人かな、奥に2人ですね。で、ここが餌の販売所です、まあ、クッキーとリンゴ12カップです。はい、こういう値段設定ですね。なので、要は、これ来ただけあげるわけです。ってことは健康管理がきちんとされてません。まあダメですけど、まあそういうことをやる施設であっても、その1日何十個とか決めてるところもあります。そこはここよりは健康状態とか栄養管理ですねが、ここよりはしているということになります。はい。まあこういう場所ですね。まあこの緑が一つもない環境です。緑があるとしたら苔だけですね。せめて木とかね、草とかね、まあ、こういうところもね、こういう笹とかをね、ちょっとボソってあげればいいわけですよ。こういうところの木をちょっと切っても、熊にあげればいいわけです。それでも人間だってそうじゃないですか。家の中にその植物とか置きたいわけですよ。で、自然の中にずっといる熊なんか、人間よりはるかに植物とかと触れ合ってるわけだから、欲しいわけです、ね。まあ、ただそれだけの手間もかけないわけです。っていうのが、まあ、人間の管理の、仕方ですね。人間都合の管理の仕方です。まあこんな感じで、まあ、水族館はまた別の 見方をするんですけども、熊牧場はこういう見方をします。あと動物によってもその生態が違いますので、例えば食糞している、糞を食べているといったとしても、例えばウサギとかは自分の糞を食べますし、まあ、そういったその動物の生態を知ってれば知ってるほど見え方が正確性を増してくるので、小学生の図鑑から勉強するといいと思います、私はそうしてます。小学生の図鑑買いました。あの、ね、すごいいいですよ。めちゃくちゃ面白いです、はい。まあ、そういうことです。はい、以上こんな 見方のシェアでした。皆さんもどっかのね、動物園とか、その私思うにですね、動物園好きとか動物園ファンは動物園に行くなと、あのお金落とすなと思います。ただ動物園反対派とか動物が本当に好きで解放したいと思っている人は、あの動物園には行った方がいいです。あの気合の入り方が全然変わってくると思います。実際に見て、動物の目見て、空気感感じて、施設のひどさを見た方がよっぽど、なんかなんだろう、ちゃんとすると思います。ぜひ見に行ってください。あのおすすめは宇都宮動物園、サンピアザ水族館、ノースサファリ札幌です、今のところ、はい。ただ飼育員さんとかに変な絡み方だけはしないでいただきたいと思います。あの最終的にはもちろん潰したいんですけども、あんまり無駄な対立してもしょうがないので、あの冷静に、論理的に、時には攻撃的に、時には冷静に、時にはユーモアを持って、言えてないですけど、ユーモアを持って、配信の方向に持っていければと思います。はい、以上です。私これからちょっとまたさらに撮影して、細かいところを見てから、帰ります。ここもすぐ終わりそうですね。旭川に今日のうちに戻って、明日の旭山に備えます。以上です。はい、見ていただいた方どうもありがとうございます。ではありがとうございました。皆さん、エジンバラの情報もしよかったらください。ぜひお願いします。また自分でも探します。はい、ありがとうございました。皆さん良い休日を。